WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、井上尚弥 VS リカルド・ロドリゲス。カクテル光線揺らめく東京有明コロシアムです。同じ大橋ジムの八重樫がまさかの1ラウンド KO 負けを喫しました。その分これからの井上には勝たなければならない理由が増えました。ここまで12戦全勝 10KO、 かすり傷一つすら負わず圧倒的な力を示し続けている日本ボクシング界が生み出した最高傑作、井上尚弥の入場です。さあ川島さん、はい、ここまでの12戦見てると井上は一体どこまで強くなっていくんだろうという気がしますが、まあ、その通りですね。まあ、心技体という言葉がありますけれども、はい、その3つともがですね、充実した試合をしてますよね、はい、今日もその心技体を、ね、しっかり見せてほしいなと思います。そして今日ゲスト解説の長谷川穂積さん、はい、井上はまだ24歳なんですよね。それでこの強さですが、そうですね、まあ、これからますます強くなると思うので、まずは今日はボクシングを知らないお客さんを楽しむような、ボクシングを見せて、任せてほしいなと思います。具志堅さんは今日の井上にどんなことを期待しますか？やはりですね、井上君のノックアウトを見に来てると思います。また見たいと思いますね。その声援に応えるように今左の拳を高々と掲げながら井上尚弥が有明コロシアムの花道を行きます。わずか6戦目で世界チャンピオン、8戦目には2階級制覇、全階級を通して世界最強を決めるパウンド4パウンドランキングでも10位に選ばれています。ついには本場アメリカのリングが手招きを始め、いよいよ次の戦いでは日本の至宝井上尚弥が海を渡ることが現実味を帯び始めています。ここまで最強を証明し続けている井上が次のステージへと進化できるかどうか、全ては今日迎える指名挑戦者との一戦にかかっています。準備は整いました。井上の強さには限りなく夢が広がっていきます。その夢は海の向こうへ。今日の5度目の防衛戦、あのアメリカも震わせるようなビッグインパクトを狙いに行きます。 WBO 世界スーパーフライ級チャンピオン井上尚弥のリングイン。さあそれではリング上両選手の紹介です。本日のメインイベント WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12ラウンドを行います。まずは我が国が誇るパウンド4パウンドボクサーの一人が赤コーナー、プロ戦績は12戦全勝、全12勝のうち10勝がノックアウト、公式計量はスーパーフライ級リミット115パウンド、大橋ジム所属、元 WBC 世界ライトフライ級チャンピオン、そしてこの試合は2階級制覇の世界最速記録となるプロ8戦目にこの惑星を震撼させて獲得した王座の5度目の防衛戦、 WBO 世界スーパーフライ級チャンピオン、モンスター井上尚弥。世界がこの試合に注目しています。5度目の防衛戦です。チャンピオン井上尚弥、大橋ジム。そして他団体の王者を名乗る者も対戦を渋る中、あえてこの怪物に挑む勇者が青コーナー、プロ戦績は19戦16勝3敗16勝のうち5勝がノックアウト、公式計量は114パウンド2分の1、メキシコ出身のアメリカ国籍ボクサー、現在のランクは WBO 世界スーパーフライ級第2位、リカルド・メセリト・ロドリゲス。グレートチャンピオンと称される井上を絶対に倒す、そう宣言したランキング2位リカルド・ロドリゲスです。
さあ WBO 世界スーパーフライ級チャンピオン井上尚弥5度目の防衛戦、まあ、川島さんもうアメリカからオファーも来ている井上ですが、全てはこの試合の内容と結果次第ですからね。はい、今日は本当にすっきりした、ね、勝ち方で、次 の, あのラスベガスの、ね、はい、試合に臨みたいところでしょうね。9月にはアメリカか、そんな話も出ていますが、全てはこの指名挑戦者リカルド・ロドリゲスをきちっと葬ってからの話。しかしロドリゲスも掴んだ千載一遇のチャンス。さあ金星を狙いにロドリゲスもやってきます。井上尚弥の5回目の防衛戦、試合開始第1ラウンドのゴングが鳴りました。まずはリングの中央、じーっと距離を測り合いながら見ている両者ということになりますが、左から右、まずは井上から試合を動かしてきました。まあ、ロドリゲスは川島さん、はい、過去の映像を見ますと接近戦タイプと見ていいようですが、はい、あのメキシコ人らしくあの積極的に攻めますね。特にあの右ストレート、あと左アッパーの顔面からダブルですね、ボディへの、そのパンチが非常に得意な選手ですね。現在アメリカ国籍ですが、まあ、この人メキシコ育ちの、まあ、完全なメキシカンボクサーということになります。リカルド・ロドリゲス、このボディですね。これですね、はい、距離を縮めて左から右、ここは井上はガードを絡めて耐えている状況です。まだ長谷川さん、相手のパンチを見切ろうというところですかね、今のディフェンスの仕方は。あ、左フック、そうですね、まあ、しっかり守って、はい、左フック、相手のパンチ力とかそういうものを測ろうというところだと思います。ただあのボディだけでも長谷川さん、井上の破壊力というのはちょっと感じますね。まあ、そうですね、まあ、1ラウンド目特にいきなり強いパンチ打たれると、はい、すごくこうやばい効くって思ってしまいますよね、はい、左から右のストレート、スピードも川島さんどうですか、井上の立ち上がりですが。非常にありますね、パワースピードありますね、はい。まあ、具志堅さんね、今日あの八重樫が、同じジムの八重樫が1ラウンドでああいう形で敗れて、ちょっと戦いにくいところもあるのかなと想像したんですが、立ち上がりどう見えますかね、井上ですが。しっかりとですね、立ち上がり用 の, あのジャブですね、はい、このジャブがよく出てますね、はい、安心して見られますね。これですね、はい、ジャブ4つから右のストレートだ、速いね、速いですね。相手は井上は接近戦に弱点があるというふうに分析したようですが、まあ、川島さん、それを許してもらえるかどうかですね。まずこのジャブですよね、はい、中に入らせないようなボクシングを今しているところですよね、はい、特にこれパワーですね、はい、このパワーでやっぱりこう、はい、はい、あの相手が相手に入ってくると、このパワーでやっぱ押しつあの寄せつけないパワーを持ってますからね、ロドリゲスとしては非常に軽快な、警戒をしていると思いますね。今も距離を詰めてゴールドしますが、井上この左です、これは長谷川さんなかなかかいくぐれないですかね。まあ、ジャブというよりも左ストレートぐらいの威力で飛んでくるので、はい、避けて打つ勇気は必要ですよね、はい、それならまずしっかりガードしようと思いますよ、ね、今も左から右のストレートを伸ばされてきましたロドリゲス。さあ井上が左アッパーロングアッパー、入れてましたね、はい、ロドリゲスに今距離を詰めてきますが、ここは足を使って外して左を伸ばしていきます。入ってくるところに左ジャブ、はい、ロドリゲスはこれやはり風が冷たいようですね、距離をね、冷たいけどこの前の手が邪魔でなかなか詰めれないですよね、はい、今日はどうやらこの井上の左の拳、これが距離制限権を支配していきそうです。さあ井上尚弥の5度目の防衛戦が幕を開けています。指名挑戦者を迎えて井上の5度目の防衛戦第1ラウンド、まあ、ポイントは川島さん左ですか。このアッパー非常に良かったですね、まあ、ロドリゲスとしてはこのパワーにびっくりしてるんじゃないでしょうかね、はい、これで長谷川さん、完全に距離感みたいなものは作り上げましたか。そうですね、まあ、井上選手としたら楽な展開になると思います。さあ第2ラウンドです。どうやら構図的には前に冷たいリカルド・ロドリゲス、それを左で許さない井上という形になっていくんでしょうか。この左です、左、まあ、距離感、はい、ロドリゲスがちょうど出てくる瞬間に井上選手左、まあ、ストレートに使いジャブ打つので、はい、こう入りたくても入れないんですよね、まあ、ロドリゲスがこう話していた井上の弱点は接近戦なんだという分析について、これは長谷川さんどう感じますか。いや、接近戦もここは井上選手は強いと思いますね。そうですか、はい、左から右のストレートロドリゲス、ただステップバックしてこれは足を使って外しています。左ついてくる、その近い距離、これがロドリゲスの距離なんですが、これはガードしています井上尚弥。
浅田さんパンチは見えてますね、よく見てますね、はい、非常にその次 の, この攻撃を打つところを狙ってますよね、はい、左から右のストレート森さん、はい、チャンピオンサイド井上陣営なんですけども、慎吾トレーナーはですね、はい、まずやはり好戦的に来る相手に対して気を抜かないように、それから右から開始の左ボディまで入れたいというふうに陣営は話していますね、はい、ここは右のアッパーを使ってきました。チャンピオンサイドは鈴木芳彦アナウンサーのリポートです。左のアッパーを使ってきました。さあガードを固める井上、これはブロッキングで対応です。左右のオーバーハンドを見せてきました。リカルド・ロドリゲス、左から右、まあ、これ近くなってくると手数がロドリゲスは出てきます。左から右のストレートが来た。松田さん、捉えましたか。捉えてますね、まあ、あの井上はですね、大体1ラウンドで1分半ぐらい相手を見切るというふうに言ってましたので、はい、やっぱりそこら辺は常に見切ってですね、はい、攻撃してますよね、非常に素晴らしいですね。そういった意味でも具志堅さん、はい、もうここまでは井上のペースでバックを上げていると見ていいですかね。今も左ボディが入りました、まあ、ペースは今井上チャンピオンのペースなんですよね、はい、やっぱりスピードが違いますね。あ、そうですか。やっぱりスピードはやっぱりチャンピオンの方ですね、はい、スピード、それから天才的な距離感、さらにはパンチ力、もうあらゆるテクニック兼ね備えている日本。あっとスイッチしてきました。サウスポーで構えてきました。この試合に備えてサウスポーのトレーニングをたくさん積んでるみたいなので、そうなんです。左ストレートだ。なんと井上の左ストレート、左ストレート当たりましたね。いや、そのままサウスポースタイルで戦い続けます。井上、いや、この世界が左ストレートですか。まあ、もう2ラウンド目でサウスポーにスイッチするっていうことは余裕があるんでしょうね。これもそうです。お、左で構えました井上。サウスポーの井上、いやね、これは驚きました。いやいや、初めて見ましたね。一瞬のスイッチじゃ具志堅さんないですもんね。ないですね。かなり長い時間左構えを見せました。これは恐ろくすに戻りましたが、いや、また井上が強さの進化系を見せています。この第2ラウンド、これは相手左ボディだ。オーソドックススタイルに直したその左ボディ、相手の弱点をついていきます。左から右のストレートだ。第2ラウンドが終了しました。井上、このラウンドサウスポースタイルを披露しています。第2ラウンドが終了しました。リングサイドでは昨日新チャンピオンになった比嘉選手も見つめているんですが、どうですか井上選手のここまでは。いや、スピードでもパワーでも上回ってるような気がしますね。自分はもうあの左ストレートどう見ましたか。速いっすね。スピード強さの引き出しをまた一つ開けてきたという井上尚弥。第3ラウンドがスタートしました。まあ、今日あの試合前に長谷川さんの中でこう井上にこうボクシングの面白さみたいなものを見せてほしいという話がありましたけれども、長谷川さん一つ見せてくれましたね。そうですね、まあ、ラウンドが進むにつれて、はい、さらに面白いボクシングを見せてくれるんじゃないかと。カウンターの左入ってくるときにジャブとフックと変えてるんですよね井上。第3ラウンド井上左振って、効いてますね。通します。聞いてますね。ダメージはどうか。ランキング2位リカルド・ロドリゲス、井上は一気にいった。左から右のストレート、接近戦に左に行く。これも2回目のダウン、2回目のダウン。 WBO ではセリーノックはまだ採用されませんが、さあ勝てない、勝てない、勝てない、強い、あまりに強い。世界を見たか。これが井上尚弥の破壊力だ。島さん、はい、すごいですねこの選手は。もうあのパワーがやっぱり違いますよね。もう何階級上かの選手かのようにね、強打をやっぱりバシバシと当てていきますのでね、はい、それはあのロドリゲスもたまたまじゃないですよ、効きますよね。特にあの左フックのカウンターですね、はい、タイミングはいいんですよ、天才的な、ね、カウンターのこう攻めながらカウンターを取れるという、はい、カウンターもいいですし強打もありますし、はい、またディフェンスもいいですからね、なかなかやっぱりチャレンジャーにとってはなかなか当たらないですよね、はい、長谷川さんはこの井上の強さというのはどう感じてますか。まあ、ただでさえすごいパンチ力なのに、はい、あの最後の左フック、まあ、それ以前に出した左フックもそうなんですけど、
カウンターただのカウンターじゃなくて僕は自分が安全なポジションに移動しながら打ってるカウンターにも見えるんで、はい、結局相手のパンチももらわないカウンターなんですよね、はい、でそれをあのパンチ力で打てるっていうのがまあちょっとすごいですね。ちょっと別格なところにあるというふうに見ても、そうです、それを試合でやるっていう、はい、3ラウンド1分8秒3ラウンドで決着をつけました。具志堅さん、この選手はどこまでいくんでしょうね。 WBO 世界スーパーフライ級チャンピオン、僕は防衛戦見て、はい、今日のボクシングは一段となんか強さを感じましたね、はい、うん、それはやっぱり打つタイミング、マッチの的確さ、これはなかなかいないね。井上君のノックアウトを見に来てると思います。また見たいと思いますね。その声援に応えるように今左の拳を高々と掲げながら井上尚弥が有明コロシアムの花道を行きます。わずか6戦目で世界チャンピオン、8戦目には2階級制覇、全階級を通して世界最強を決めるパウンド4パウンドランキングでも10位に選ばれています。ついには本場アメリカのリングが手招きを始め、いよいよ次の戦いでは日本の至宝井上尚弥が海を渡ることが現実味を帯び始めています。ここまで最強を証明し続けている井上が次のステージへと進化できるかどうか、全ては今日迎える指名挑戦者との一戦にかかっています。準備は整いました。井上の強さには限りなく夢が広がっていきます。その夢は海の向こうへ。今日の5度目の防衛戦、あのアメリカも震わせるようなビッグインパクトを狙いに行きます。 WBO 世界スーパーフライ級チャンピオン井上尚弥のリングイン。さあ、それではリング上両選手の紹介です。本日のメインイベント WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12ラウンドを行います。まずは我が国が誇るパウンド4パウンドボクサーの一人が赤コーナー、プロ戦績は12戦全勝、全12勝のうち10勝がノックアウト、公式量はスーパーフライ級リミット115パウンド、大橋事務所属、元 WBC 世界ライトフライ級チャンピオン、そしてこの試合は2階級制覇の世界最速記録となるプロ8戦目にこの惑星を震撼させて獲得した王座の5度目の防衛戦、 WBO 世界スーパーフライ級チャンピオン、モンスター井上世界がこの試合に注目しています。5度目の防衛戦です。チャンピオン井上尚弥、大橋ジム、そして他団体の王者を名乗る者も対戦を渋る中、あえてこの怪物に挑む勇者が青コーナー、プロ戦績は19戦16勝3敗、16勝のうち5勝がノックアウト、公式計量は114パウンド2分の1、メキシコ出身のアメリカ国籍ボクサー、現スピード、それから天才的な距離感、さらにはパンチ力、もうあらゆるテクニック兼ね備えている日本の、あっとスイッチしてきました日本から2人、今回サウスポーに構えてきました。この試合に備えてサウスポーのトレーニングをたくさん積んでるみたいなんで、そうなんです、左ストレートだ、なんと井上の左ストレート、左ストレート当たりましたね。いや、そのままサウスポースタイルで戦い続けます井上。まあ、もう2ラウンド目でサウスポーにスイッチするということは余裕があるんでしょうね。これもそうです。お、左で構えました井上、サウスポーの井上、いや、ね、これは驚きました。いやいや、初めて見ましたね。一瞬のスイッチで具志堅さんないですもんね。ないですね。かなり長い時間左構えを見せました。これは恐ろくすに戻りましたが、いや、また井上が強さの進化系を見せています。この第2ラウンド、これは相手左ボディーだ、オーソドックススタイルに直した後の左ボディー、相手の弱点を突いてきます。左から右のストレートだ。大ラウンドが終了しました。井上、このラウンドサウスポースタイルを披露しています。
第2ラウンドが終了しました。リングサイドでは昨日新チャンピオンになった比嘉選手も見つめているんですが、どうですか井上選手のここまでは。いや、スピードでもパワーでも上回ってるような気がしますね。自分はもうあの左ストレートどう見ましたか。速いっすね。ですね。強さの引き出しをまた一つ開けてきたという井上尚弥。第3ラウンドがスタートしました。まあ、今日の試合前に長谷川さんの中でこう井上にこうボクシングの面白さみたいなものを見せてほしいという話がありましたけれども、長谷川さん一つ見せてくれましたね。そうですね、まあ、ラウンドが進むにつれて、はい、さらに面白いボクシングを見せてくれるんじゃないかなと。左行ったカウンターの左入ってくるときにジャブとフックと変えてるんですね井上。見てますね。ダメージはどうか。ランキング2位リカルド・ロドリゲス。井上は一気にいった。左から右のストレート接近戦に左いった。これも2回目のダウン、2回目のダウン。 WBO ではセリーノックはまだ採用されませんが、さあ立てない、立てない、立てない。完全勝利強い、あまりに強い。世界を見たか。これが井上尚弥の破壊力だ。島さん、はい、すごいですねこの選手。長谷川さん、相手のパンチを見切ろうというところですかね、今のディフェンスの仕方は。あ、左フック。そうですね、まあ、しっかり守って、はい、左から力とかそういうものを測ろうというところだと思います。はい、ただあのボディだけでも長谷川さん、井上の破壊力からちょっと感じますね。まあ、そうですね。まあ、1ラウンド目特にいきなり強いパンチ打たれると、はい、すごくこうやばい効くって思ってしまいますよね。はい、左から右のストレート、スピードも川島さんどうですか、井上の立ち上がりですが。非常にありますね、パワースピードありますね。はい、まあ、具志堅さんね、今日は八重樫が、同じジムの八重樫が1ラウンドでああいう形で敗れて、ちょっと戦いにくいところもあるのかなと想像したんですが、立ち上がりどう見えますかね、井上ですが。しっかりとですね、立ち上がり用 のジャブですね、はい、このジャブがよく出てますね、はい、安心して見られますね。これですね、はい、ジャブ4つから右のストレートだ。早いね、早いですね。相手は井上は接近戦に弱点があるというふうに分析したようですが、まあ、川島さん、それを許してもらえるかどうかですね。まずこのジャブですよね、はい、中に入らせないようなボクシングを今してるところですよね、はい、特にパワーですね、はい、このパワーでやっぱりこう、はい、相手が入ってくると、このパワーでやっぱ寄せつけないパワーを持ってますからね、ロドリゲスとしては非常に軽快な、はい、警戒をしていると思いますね。今も距離を詰めてこういうとしますが、井上この左です。これは長谷川さん、なかなかかいくぐれないですかね。まあ、ジャブというよりも左ストレートぐらいの威力で飛んでくるので、はい、これです。避けて打つ勇気は必要ですよね、はい、それならまずしっかりガードしようと思いますよ、ね、今も左から右のストレートを伸ばされてきましたロドリゲス。最後は左を入れてましたね、はい、ロドリゲスに距離を詰めてきますが、ここは足を使って外して左を伸ばしていきます。入ってくるところに左ジャブ、はい、ロドリゲスはこれやはり田中さん、冷たいようですね、距離をね。冷たいけど、この前の手が邪魔でなかなか詰めれないですよね、はい、今日はどうやらこの井上の左の拳、これが距離、制空権を支配していきそうです。さあ、井上尚弥の5度目の防衛戦が幕を開けています。指名挑戦者を迎えて井上の5度目の防衛戦第1ラウンド、まあ、ポイントは川島さん左ですか。このアッパー非常に良かったですね、まあ、ロドリゲスとしてはこのパワーにびっくりしてるんじゃないでしょうかね、はい、これで長谷川さん、完全に距離感みたいなものは作り上げましたか。そうですね、まあ、井上選手としたら楽な展開になると思います。さあ、第2ラウンドです。どうやら構図的には前に冷たいリカルド・ロドリゲス、それを左で許さない井上という形になっていくんでしょうか。この左です。左、お、左で構えました井上、サウスポーの井上。いや、ね、
これは驚きました。いやいや初めて見ましたね。一瞬のスイッチで具志堅さんないですもんね。ないですね。かなり長い時間左側を見せました。これは恐ろくすに戻りましたが、いやまた井上が強さの進化系を見せています。この第2ラウンド、これは相手左ボディーだ。オーソドックススタイルに直した後の左ボディ、相手の弱点をついていきます。左から右のストレートだ。第2ラウンドが終了しました。井上このラウンドサウスポースタイルを披露しています。第2ラウンドが終了しました。リングサイドでは昨日新チャンピオンになった比嘉選手も見つめているんですが、どうですか井上選手のここまでは。いやスピードでもパワーでも上回ってるような気がしますね。自分はもうあの左ストレートどう見ましたか。速いっすね。ですね。強さの引き出しをまた一つ開けてきたという井上尚弥。第3ラウンドがスタートしました。まあ、今日の試合前に長谷川さんの中でこう井上にこうボクシングの面白さみたいなものを見せてほしいという話がありましたけれども、長谷川さん一つ見せてくれましたね。そうですね、まあラウンドが進むにつれて、はい、さらに面白いボクシングを見せてくれるんじゃないかなと。カウンターの左入ってくるときにジャブとフックと変えてるんですよね井上。第3ラウンド井上左振って、効いてますね。圧倒します。効いてますね。ダメージはどうか。ランキング2位リカルド・ロドリゲス。井上は一気にいった。左から右のストレート接近戦に左から、これも2回目のダウン。2回目のダウン。 WBO ではセリーノックは採用されませんが、さあ立てない、立てない、完全勝利の井上尚弥。強い、あまりに強い。世界を見たか。これが井上尚弥の破壊力だ。島さん、はい、すごいですねこの選手は。もうあのパワーがやっぱり違いますよね。もう何階級上かの選手かのようにね、強打をやっぱりバシバシと当てていきますのでね、はい、それはあのロドリゲスもたまったもんじゃないですよ、効きますよね。特にあの左フックのカウンターですね、はい、タイミングはいいんですよ、天才的な、ね、カウンターのこう攻めながらカウンターを取れるという、はい、カウンターもいいです、強打もありますし、はい、またディフェンスもいいですからね、なかなかやっぱりチャレンジャーにとってはなかなか当たらないですよね、はい、長谷川さん